台湾の基礎となる大事なピン音を学びます。ステップアップ中国語です。陳总、今日は母音ですよね。はい、そうですね。中国語の母音にはあ、お、う、い、う、う、と6つの単母音があります。はい、はい、今日はこれを、しっかり勉強していきたいと思いますね。はい、よろしくお願いします。はい、早速よろしくお願いします。はい、じゃあまず最初のあから、これは日本語よりもちょっと口を大きく開けるのがポイントですよね。あ、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 はい、あはですね、日本語のあよりかなりこう唇をこう緊張してますよね、はい、口を大きく開けて言うのがコツですね。では次はおです。はい、おの場合も日本語よりもちょっとはっきり口を、すぼめて、おおおお、はい、おですね、やはり口を丸めましょう、日本語より力を入れるといいですよ。おという感じですね。はい、はい、それはでは次ですが、日本語にはない発音が登場します。はい、アルファベットの表記で E なんですけれども、僕らが発音すると E になってしまうんですが、これは E の口でうー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 、発音要領はもうはっきりと教えてくれましたね。 E の口をしてなんと O を発音すると出てきますね。うーうがいするときにちょっとこう出る音に近いですね。はい、うーです。では次はいです。はい、これは比較的簡単です。いいいいい、はい、日本語のいいよりは少しこう唇をですね、両側に引くような感じで発音してください。いいですね。では次はうです。はい、これもそんなに難しくありません。うううう、はい、うはですね、二人の唇を見ればわかりますように、ものすごいこう前に突き出してすぼめてますね。小さな円を作って発音しましょう。ううですね。では最後の一つ、これも日本語にない発音ですね。はい、これは本当に難しいんですが、口の中の、振動を感じていただくと分かりやすいかもしれません。いい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 、はい、このいは確かに口の中は振動してますね。なぜかというと、うの口をしてイを発音しています。中で葛藤しているわけですね。うん、イですね。谷原さん、一つ一つの発音本当にとても上手ですね。あ、本当ですか。うん、でも会話は瞬発力ですから、はい、ちょっとカード遊びしてみませんか。瞬発力好きですね。はい、じゃあ今からランダムにカード並びますので、はいはい、どうぞ。はい、うあうおういいいいですね。なんと素晴らしいこと。うん、いいですね。特にうは心配してましたけどバッチリでした、はい、よくできました。皆さんもぜひ一つ一つパッと見ればすぐ出るように、瞬発力ですか、はい、練習してみてください。次回は、次回からは試音に入ります。頑張りましょう。はい、はい、よろしくお願いします。以上、ステップアップ中国語でした。硕果累累的秋天，让人不禁想品尝品尝甜点，既能享受美味，又有益于健康。中国的小点心凝聚这样的智慧。今天要介绍的是凉爽药膳绿豆红豆沙丸子。パンさん、はい、こんな感じでいいですか。あ、大丈夫ですよ、はい、なるべく1枚ずつですね。あ、はい、取った方が。ねえねえ、はい、みんなさっきから何やってるの。聞
菊の花でお菓子の準備をしてるんですよ、谷原さん。へえ、菊の花でお菓子ですか。はい、向こうの場合は大体こういうものをお菓子の中に入れたりとか、あと料理の中に入れますよ。菊をね、菊花自古以来作为长生不老药被人们所珍爱，因为具有解毒、解热、消炎的功效，也被用作药膳的材料。香气袭人的菊花茶，据说有静心安神的效果。この季節はその夏でたまった熱によってできた、咳とかあと口内炎とかそれも効果ありますと言われてる。食欲の秋へ備えて体調を整えるにはもうぴったりの、はい、そうですよね。これから冬に入るんですから、やっぱり調整するその季節ですから。おいしい。まさか菊の花に薬効があると思いませんでした、はい、あ、そうですか。菊の菓子に菊の茶ですか、うん、はい、これが体によく効くっていうわけですね。実は今日はもう一品この季節に勧めできるものを持ってきましたよ。凉爽的药膳甜点绿豆红豆沙丸子，使用了很多具有解热解毒作用的绿豆和具有利尿改善便秘效果的红豆，把绿豆放在热水里煮软，水少了请随时添加，把煮好的红豆和黄油放进锅里，边加热边搅拌，然后放入冰箱内冷却，白玉粉加水做成生米粉团，把面团分成四份拉薄，煮熟的红豆放在中间做成米粉团，把米粉团放入开水里煮，飘上来之后放入冷水中冷却，把绿豆的形状做好，把米粉团放在绿豆的上面，放上菊花的花瓣，根据喜好浇上椰奶。豆のプチプチした食感と、そうです、このお餅のもちもちした柔らかさすごい合いますね。ありがとうございます、ココナッツミルクの香りがすごい美味しいですね。すごく体にも良さそうで、病从口入という言葉がありますが、うちのおばあちゃんもよく言うんですが、いわゆる病気が口から入っていく。うちのおばあちゃんは毎朝起きたらうちの兄弟の舌をまず見る。舌を見てで体調は全部分かってきますので、じゃあ今日は何のお茶を飲みましょうとか何の食べ物を食べましょうと、そうするとおばあちゃん作ってくれたもの絶対美味しく感じるんです。なるほど、はい、すごく美味しかったので、もう一個白玉の玉を追加することはできませんか。お手伝いをいただけます。働かざる者の食うべからずですよ、谷原さん。なんかやさぐれてるな今日は。僕らは食べましょうね。はい、じゃあきれいに食べてお手伝いします。ありがとうございます。はい、私はもち食べよ。うん、おいしい。